はいどうもみなさん、こんにちは。いずひこです。えー、それでは、えー、今回は、aupay についてお話ししていこうかなと思います。えー、今回、あの、aupay がちょうどあの、ニュースで上がったので、バタバタちょっと動画を撮らせていただいたんですけども、まあ、この au が、まあ、サービスを始めるこの aupay ということで、まあ、主な特徴とか、あの、特典とか、そういったところを簡単にちょっと、あの、ホームページから抜粋した部分ではあるので、そちらを簡単にお伝えしていこうかなと思います。 まず、この au ウォレットのアプリから操作が可能ということですね。多分今現在 au の au ウォレットを使っている方いらっしゃると思うんですけども、まあそのアプリから操作が可能ということと、あとはその au ウォレットの中でその残高が利用が可能ということになっております。なので特別あの aupay のアプリを取らなければいけないとか、そういったことではないので、まあそこに関してはもしすぐ使いたいってことであれば、あの au ウォレットを使っている方であれば、 使いやすいのではないのかなと思います。で、今回は、まあ特徴というか、今回この特典ですね。まあここがまあフォーカスされているところが多いのかなと思うんですけども、まずちょっとこちらを読み上げたいと思います。特典として、まず200円、かっこ税込みごとに1ポイント0.5%相当ということと、 au スマートパスプレミアム会員は200円税込みごとに3ポイント1.5%相当ということ,とあとは au ウォレットポイントを使えるたまるキャンペーンー期間中なら最大26.5%の au ウォレットポイントというのがもらえるということなんですけどもまあ実際に au を使ってない方であればもう全然関係ないものだと思うんですけどもまあ今回押してるのはまあ多分この右下にある合計で 最大26.5%というこの得点がもらえるっていうのを、まあ、ちょっと押してるのではないのかなと思うんですけども、まあ、これを見た瞬間、まあ、僕はまだその au ユーザーではないので、あまりこう使ってる時間とかわか,からないんですけども、まあこれをクリアするのに、まあ、ちょっとハードルが高いのではないのかなというふうに思いました。なんかあんまり、 パッと見の感じはお得感があるかと思ったんですけども、な、あの、というのを、よく見ていただくと、そのキャンペーン中ですね、まあ、その三太郎の日っていうのとか、あとこういった、あの、食べログとか、まあ、そういったものがあるときに、まあ、最大でもこれだけもらえますよっていう、なので、まあ、比較すると、まあ、やっぱ l i n e イペイペ e よりかは、うん、気持ちちょっとちっちゃいのではないのかなというふうに、僕の印象とは、として受けました。で、 実際に使える店舗はですね、えー、利用金の店舗。まあ、見ていただくと分かる通り、あのー、ま、あローソンとか、スシローとか、松屋とか、まあ、ある程度 QR コード決済に対応しつつあるお店が、あの、使えてきてるのではないのかなと思います。もう松屋とかも、前回僕動画出す出させていただいたんですけども、今、 あそこはもう楽天ペイとか、ペイペイ、ラインペイとかも導入してるので、あとはローソンとかも今そういった、まあ、さ、今お伝えしたプラス、まあ、折り紙ペイとか、そういったところも使えるので、あのー、ま、そういう QR コード決済に対応してるお店はもうほとんどいけてるのかなとは思います。まあ、ペイペイと使える店はあまり似てはなさそうですけども、まあ、だから多分ぶんペイペイのお店も、 使えると思うんですけど、まあ、ある程度は対応し、今から対応するのとは思います。で、このサービスに関しては、あの、4月9日よりスタートするということで、まあ、あの、先ほど僕も試させていただいたんですけども、アプリのインストール、AO レプ自体は全然インストール可能なので、まあ、そこの4月9日までにアプリのアップデートを行っていただければ、AU ペイの準備が完了ということになりますね。ということで、ちょっと今回バタバタになるんですけども、あの、まあ、 あったことを簡単にまとめさせていただいたということになりますまあ、これからもまだまだ英雄ペンをサービスが始まるばかりなのでまあ、これからもこういったキャンペーンとか あのー、今は一時的にこの26.5%というキャンペーンがあるかもしれないんですけどもまあやっぱりいろんな方にキャッシュレスを使っていただきたいという思いも多分あるとは思うのでまだまだこれからだとは僕は全然思ってるのでまだこれからの動きも楽しみにしたいなと思いますということで、えー、チャンネル登録もしくは Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいですということで本日はご視聴どうもありがとうございました